メタファーデイリージャーナル。今回は冒険協議会の候補者の一人ミロについて紹介しよう。ミロは美しくないものは爵位を剥奪を掲げ協議会に参加するイシケア族の候補者だ。モンタリオ公国で王族の烙印を自称して旗揚げした貴公子で、この国を世界一美しい王をいただく国にすると謳い、美の優劣に基づいた階級制度を取り入れると公言している。彼の乗る凱旋車には備え付けの部隊があり、彼が微笑むたび黄色い悲鳴が上がるという。次回は同じく王権協議会の候補者の一人ゴダードについて紹介しよう。願わくはこの記録が君たちの旅の一助とならんことを。